で、チルワーク開発には調査基地があるという調査基地を送ってくれるんですけど、今調査基地は何しかない、アトランタの人はアトランタの人です。この手札に同じ色のカードを5枚揃えた上で調査基地で、まあ、俺の場所に行って治療薬開発で市役所を処理して同じ色を5枚揃えて、この手札は情報共有しています。スライネーターさんと言うこれ赤がそう、これはもう好きなタイミングです。イベントは好きなタイミングです。ちょうどやってアルジェにあるアルジェの方がしっかりする、まあそこに隣にいっぱいおかしいですけど、でも3本とかで行くとここ行ってアルロールを使って一緒に行くと、まあなるほど、それで少しそこで2アクション2アクション行って育てていくと行って、で、全て取り残ってるこれもあるので、制限があるので、で、あと2アクションチームをしてだから参加者は違うと同じアイアンオープンになる会場の人は参加者は違うと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 全てができない。治療を選択したときに普通の人は1個しか取れないんだけど、こっちは全部取れなくて同じ色になる。あとリアクション、移動は1回は移動はあとリアクションの間で何度だろう、1回4アクション、1回4アクション。ちなみに手札を増やす場合はどういうことですか。ノーアクションを証明したときに通常これ1個使ったらどうですか。いや、こいつ詰めればいいよ。そのときのアクションをノーアクションにまでできるということは隣に移動した方がいいので、あ、でもちょっと待って、今、こういうのあったよ。どういうの、ここにどっか飛ばすの入れてもらう、これ使いますか。俺、活用回収する使いますか。ほら、いらっしゃる。で、チェンナイトも少ないところです。多分これ、ここに行くと一番遠いところですね。こっちに2台が集まった大型と2台が若い方で、基地もその地域のカードに切ることで基地を作るんだけど、あ、そうはないないんで、まあ、どっちかに飛ばしていただいた方がいいかな。あともう2アクションだから、一応これもで、ここで飛ばすのが1アクション消費しないで自分の施設で買う、これ一応できる。飛ばしましょう。1アクション、どこに1アクション使って、2アクションに使って、もう用意します。で、こっちに使うのかな、ピンに1アクション。はい。指定シングルス中央で。じゃあ、次の人。次の人は、エピデミックって、こっちイベントカードが出る可能性がある。はい。3つ揃ってる。で、次の人した後ですね、感染の処理。今、感染レベルが2なので、2枚、また新たに地域を感染します。はい、土地グループはあのパニックがあります。これは本当に食い止めてるだけだと、2個ずつ都市が増えてるからどうしようもないと、治療薬が早く感染してくれる。今黒3000、こっちは穴が全然ない。だってね、ねイベントするかもしれない。じゃあ次俺か、どうしようとりあえず、そこへ行った方がいいですか。パニック1、2、3、4で終わっちゃうのパニックって、パニックって1,2,3,4 で1,2,3,4 で1個ずつしか取り除けないで、自分の方がいいので、次をします。あ、エピデミックで出ました。感染マーカーを1つ進めます。で、山札の一番下のカードに病原タイプの 3枚を置きます。このカードは捨てて温存に散歩します。やばいおぉやばいよ。で、感染カードを捨て札のシャッフルして捨て札の上に置きます。わかる、ここの上に置かれちゃうと今まで感染しないといけない。できれば普段はこういう風に動かしてもらって、これが3枚やるよ。で、これでエピデミックの処理は終わり。で、
その後、感染の処理があるので、今、感染レベルは2なので、今、県内。ああ、マジか、なんか。でも、息子来ないらしい。なんだ、よかった。アドベンカーなかったよ。はい、とりあえずなかった。例えば、科学者、医師の。ターンのエンドフェーズにバンくるかもしれない。くるかもしれないけど、お前引くな。一番問題なのが、でしょ。上に乗っかれた。国民による移動で、原さんから。なんか捨てましたか、覚えてる。原さんから赤回収できるから、だから俺がここで原さんのところに移動しといて、ターン終了時に2枚引いて、赤が1枚でも出れば、4枚するかいいんですけど、同じところに出れば、そうできるから。俺、何やかマッパーとかに片方に。だからそこはしょうがないけど、とりあえず4枚揃えてよかった。俺だからもう基地がこれしかないから、俺ここからあまり動かないわけだ。この周辺で回収するしかないから、基地作るためにカード1枚捨てなきゃいけないから、どっかこの辺次の基地欲しいんだってな。あ、わかりました。じゃここら辺はとりあえず今俺はサークションでここも直したいよねって言われてるので全部ありますね。それで俺はここ2個サークル、ちょっともたないけど、移動で消費しちゃったらもたないけど、まだ痛い。で、一着に途中で壊れてきてるから、それと、私はその地域でしか渡せないんで、バンプの代わりだったらバンプでしか渡せない。フレデリックは、まあ、世界が来ないやつ。山合わせてさ、だから、広い合流しよう。お、なるほど。じゃあ、この辺で合流したいっていうのはあるけど、こいつらは何とかしてからとか。じゃあ、感染の処理。今、感染レベルになってて。バンプ。あ、もう行った。バンした。バンすると、この周辺地域飛び散ってアウトブレイクが進みます。ちょっと、やばい。じゃあやばいですね。あの、黄色だから、黄色の基地これは行かない。モスクワを舐めてから行った方がいいって。ただ、もうしばらくモスクワ来ない。エピデミックを引かなければ来ないっていうのはある。そこでジャックを使ってからね、バンコクに飛んでマニラに行ってくれって
韓国に来ちゃった頃ですよ。じゃあマニラに飛んでます。でマニラを切って、直行便使います。で、後にでこの間基地行けないから1、2で終わっちゃうからここに2個治療でもらった方がいい。じゃあ次でも入ります。治療を取ってます。で、感染の処理がなくなるやつもうちょい出来上がってから使わないで、じゃあ感染の処理なんですけど、はい、ヨーロッパも危ないね。ユーロなんだ。ユーロやばいって。でもちょうど科学者がいる場所に、科学者がいる場所に。日本の受け渡しもあったくなるんで。でも僕らも強かったので、小林先生。いくらですけど。だったら知ってくれる。ロンドン1個治療してからこっちに向かった方がいい。って感じもある。万が一エピデミック引くと、ラゴスも危ないから。エピデミックってちょっとシャッフルされた分なんか。もう1回、10回。で、あと3分。あ、アリジョ。あ、違う。アリジョをきつけられてます。どこだったの？
が次は、あ、これ俺がいつもやってるんですけど、はい、プレゼントしました。山肌一番下が3個ありますよ。うん、重っ。サンフランシスコ、まあ割と誰もいねえじゃん、サンフランシスコで、はい、お互いシャルプレーをされます。あ、これでネタはまだです。あと1回シャルプレーしたよ。じゃあ、マジラ、あ、なかったな。で、終わりです。落車です。どうしよう、まあ、黄色を自力で引くっていうのはありえそうだけど、メキシコとベネサイレスだったら、メキシコでゴールできれば色を渡せるジャンクションショーですよ。どうだったでしょう。
ちゃうから、しかし、はい、で、バグダッドで基地に行ってそこからここに行っておられれば俺が強いからこっちに。マリング。俺なんか特段また走る。あ、俺東京バンコクに食べるから。そうそう。だから、あ、それバンコクに飛ぶわ。そう、基地で行ってもらって、俺が強いから基地からこっちに行く。バンコク渡して。そうか。早い。おお、早い、早い、早い。早いよ。次赤も見える。で問題は黒が全くない。てか、あるじゃんね。そのこと言ってない。黒が1枚しかないチーム内。黒も黒だった。あ、そうだか、そうか。これ青か。青か、青。青、俺じゃ青か。だから、ハサミは青か。だから、俺が送った方がいいかなと思って。こういうふうにこっちに行くのが分かりました。
が2ターン残って、リアクションが出てきたって、移動の受け取りの開発があと1ターンあるでしょ。あと1番。ちょっと、そうですね。あ、でも、あれですね。面白い。でもね、行きたい。いや、ネットのために、あれだから、シルで通信したり、シルの横だ。余裕だね、やっぱり。
思って確かに思ってなんか無駄なアクションしてる気がするけど、これデッキアウトしたまでちょっと、そうだね、はい、あ、ここまた、もう先読みしたかのように連鎖アウトブレイクの危険な自分は実際に押し合わせたちょっと見たらここはやべえぞ、ここでドーン行くとドーンドーン疲れてくれるこれは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 ねここはでもできた了解さあ、あの最悪の機会を限るそれでサンフランシスコで合流もうちょっと意識しつつの、今度から一緒に移動していくかどうか。そう。俺次のためロンドンはちょこちょこ。まあ一個でじゃあいい。じゃあ。ロンドン。じゃあそういうやつですね。あ、ロンドン。ロンドンで合流という選択肢が出た。6枚いったら全部入れたんです。
大丈夫ね、中はせめてね、あのもうちょっと覚える時間もうちょっと考えて、最終的にもう、ピュータ作るだろ。だって今めくっても全然セーフティーなやつばっかだったもん。つまり原さんのターンが回るまでもうだって勝利が約束されてるじゃん。チャンネルいつもご視聴いただいてありがとうございます。今ですね、ゲームマーケット2015年秋に向けて、タクチャンネルのオリジナルのゲームを開発中でございます。今ちょっとキャラクターの下書きがあるんですけど、でそのどんなゲームなのかっていうね、ゲームの内容を少しずつYouTube の再生リストの方にアップしていこうと思ってるのでね、よろしければチェックしてみてください。チャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたと